はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時回りまして、2月6日土曜日のこれからまったりしたい午後なんですが、今日はですね、あれなんです。5時からですね、 MX のテレビ呼ばれてますんでね、5時からの場合4時に入るんですね。4時に入って、あれですね、僕なんかはあれメイクしてもらって、メイクって何かドミミミミって塗るんですけどね、ほんで頭適当にやってもらって、どうでもいいんですけど、私の場合は何でもいいんですけど、でその後で、ですね、30分ぐらい打ち合わせをしてですね、で本番っていく。そうすると4時に行くんで、ここは3時半ぐらい出るんですけど3時半に出て終わるの6時でしょ。で6時終わってからね、ちょっとだべったりするんですよ、出演者同士で。私の場合は不動産の購入相談を受けたりするんですよ。これどうですか榊さんとかって言われて、ああそれねとか言って、そういう話をしてる場合もあるんで、まあでも何もなければね、そのままスッと帰るんですけどね。そうするとここに6時半ごろ戻ってくるということになりますね。そうすると3時半から6時半まではここに入れないということになるとですね、その結構ね、その間ね、だいたいいつも仕事してる時間なんでね、いや割合だから今日はもうほぼ半日以上は取られてしまうという感じでございます。まあそんなことはいいんですけど、行きましょう。で何日か前にですね、ハーバード大学ロースクールジョン・マーク・ラムザイヤー教授がですね、3月出版予定の経済関連学術誌インターナショナルレビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミスクス65巻にですね、太平洋戦争当時の契約、コントラクション、コントラクション・フォー・セックス・イン・ザ・パシフィック・ウォーと、ザ・パシフィック・ウォーっていうんですね、太平洋戦争のこと。で要はその日本軍の慰安所にいた女性たちはですね、強制的に連れてこられたのではなくですね、自らですね、そういう人類最古のビジネスをするために自らの意思でこういらっしゃって、日本軍とはですね、そういう薬も提供するという、液も提供するというですね、あれがあったと、契約関係があったということを書いてはるそうです。まだね、出版されてないのにね、内容が明らかになって、えらい騒ぎになって、それが別にそういう内容であればね、我々にとっては別に真新しいものではなくて、従来そんな要あるというか、基本的な見解はそうなってるわけですよ。今の歴史学者のね、この左翼は知りませんよ。左翼は知りませんけども、いわゆる現実主義、保守主義的な発想をなさる歴史学者の見解はそうなってたって。強制性はなかったということだって。朝日新聞でさえですね、ゴリゴリ左の朝日新聞でさえなかったというふうに認めざるを得なかったわけですね。でそれを別にこうトレースしてるだけであって、真新しいこと言ってるわけじゃないんですけど、ハーバード大の先生がそういうことを言うだということですね。まあ愉快な大人さんにとってはこれはえらい騒ぎなわけですよ。で今までの大体論調はね、この先生が三菱系の役員をやってるとかね、日本から勲章をもらったとかね、親日派やとかってそういう言い方やったんですけど、ちょっと反論らしい反論がね出てきたんでね、それでいきたいと思うんですけど、中央日報でございましてですね、2月6日朝の9時34分、ですね、慰安婦売春盲言の教授に怒り、盲言ですって、盲言っていう英語なんかありましたね、前は。盲言の教授に怒り、ハーバード大韓国系学生ということでですね、ハーバード大韓国系学生が最近慰安婦について性的奴隷でなく売春婦と主張した教授を糾弾する声明を出した。まあ別にね、そんなやってくれたけど、しかし愉快な隣さんのね、学生さんがね、ハーバードに留学してるわけですから、まあそういう、それなりに優秀な方々なんでしょうけど、向こうに行って、ハーバードで学んでも愉快なお隣さんは愉快なお隣さんであるということなんですよね。愉快なお隣さんからの殻を脱することはできないということですね。シンシアリーさんなんかスラッとこう脱出しはってるんですけども、あるいはオンソンファさんなんかファッと脱出しはってるんですけど、ハーバードに行った学生さんは脱出できてないって、殻を破れてないっていうことですね。で、ここにですね、これに、学生は声明で、というですね、ラムザイヤ教授の主張は不正確であり、事実を誇とするものだと。
うん、まあまあそう、まあ、言うのはええんですけど、そのなんで不正確なのか、なんでどういう事実を起こうとしてるのかということで、やっぱりね、ハーバード大ですから言うてもらわなあかん。ハーバード大の学生ですから。とし、彼は説得力がある証拠もなく。じゃあ君らの主張の説得力の証拠は何なんていうんですね。どの政府も女性に売春を強制していないと主張している。どの政府もということは日本以外の政府もということですね。ラムザイヤ教授は韓国の観点と学会の著作にほとんど言及していない。この先生はですね、韓国の、まあ、韓国政府、韓国人一般の観点と学会の著作、韓国の学会の著作には言及したいと。それはこの先生、ラムザイヤ氏にとって韓国内の主張や著作っていうのは別に見るべきものがなかったというだけのことちゃいますかと指摘した。また国連や国際アムネスティなど国際機関の幅広い学問資料も無視したと強調した。国連関係の資料っていうのはね、韓国側から出されたものが多いんで、非常にこう事実と異なることが多いというふうに私は認識しています。国連の資料だからって正しいなんてことはありえないです。アムネスティの資料だからってそれが正しいなんてことはありえないです。後から作ったものをどんどん残り込んでるというところがありますね。続いて中国、これ中国と台湾、フィリピンなどで旧日本軍による最大20万人の女性が性的奴隷として強制収容された。私たちは日本政府から完全な賠償と公式的な謝罪を受けることができなかったと犠牲者と共にするって。賠償はね、どうか知りませんけど、何回か謝罪的なコメントは出してるんですけどね。これは、だから、半永久的に出し続けろということなんでしょうね。ということでですね、この、ハーバード大韓人学生会、KAHL、コリアン、アソシエーション・オブ・ハーバード・ロースクールという、まあ、どういう団体か知りませんけども、要はハーバード大ロースクールの韓人学生会ですね。韓人、まあ、こっちから行ってはる人、大人さんから行ってはる人もいれば、向こうで生まれはった人もいるんでしょうけどね。まあ、こういうことを出さざるを得ないと思うんですね。であれがですね、その、いわゆる売春婦と呼ばれている人たち、いわゆるそう、今の言い方ですけどね、昔は慰安所の女性という感じですけども、いや、売春婦じゃない、慰安婦ですね。ただの売春婦なんですけど、いわゆる人類最古のビジネスをなさっていた方と言い換えましょう。が、に強制性がなければですね、ただの人類最古のビジネスやんということになります。強制性があって初めてですね、被害者になれるわけですね。で、愉快な大人さんの発想として、自分たちは被害者でなければいけないわけなんですね。自ら住んで、私それやんねえっていう人たちが、自分たちの、まあ、おばあさんであっては困るわけでしてですね。もう実際そうなんですけどね。だからそういう事実をですね、指摘されると、やっぱり鋭く反応するわけですね。うわ、違う、私ら被害者なんや。何言うてんねん、この先生は。ってそうなってるというのが現状で、このニュースに限らずですね、その、私が日頃チェックしている著存オンラインもですね、その中央日報もですね、結構これ関連でですね、この先生が妄言言うてる、この先生は親日派や、日本から勲章持てんねんって、日本からお金持てんねんみたいな、こうあれですね、ことを書いてある記事はいっぱいあります。で、これあれですね、そのやっぱり愉快なお隣さんのメディアではですね、大問題になってますけどね、ちょっと電池が切れそうやと言ってるんで、つなぎますね。大問題になってるんですけど、日本のメディアではですね、ほとんどその取り上げられていません。最初にちょろっと取り上げたぐらいでしょうかね。まあ。さっきも言ったようにですね、この先生ですか、言わはった、マーク・ラムザイヤ教授、ジョン・マーク・ラムザイヤ教授がですね、その言うたはることが別に真新しいことではなくて、従来の日本人の学者の見解をなぞって、それをまあ、その契約という概念を主張したということに他ならないんちゃうかと。思いますね。日本のメディアとしてはですね、そんなの別に、そのものすごいね、今までなかった主張が出てきたということではないんで、大したニュースにはならないんですけど、やっぱり愉快なお隣さんとしてはですね、自分たちが被害者でなければならないのに、被害者でなくって、ただのね、ただの人類最古のビジネスをする女性たちだったということになるとですね、もうどっちらけというか、もうずっこけというか、もう
ものすごく不都合なわけでして、だからその不都合なことはですね、封殺せなあかんわけですね。だからこいつはみたいになってるわけでして、まあしかしね、これね、あと100年でも200年でもこういうふうにこう愉快なお隣さんたちは発想してですね、まあ行動しはるんでしょうね。だからもう、いつも言ってるんですけどね、あんま相手しないっていうのが一番なんで、もうそんなお付き合いをしてるとね、キリがないんですよ、この手の輩というのはですね。いるでしょ、日本人の中でも、このなんかしつこいしつこいおっさん、おばはん。もうひたすら自分の主張ばっかし言うて、こう、事実と向き合わない人たちって、いるんでね、まあこれはさえ、経営して遠ざけるっていうのが一番いいかなと、改めて思う記事でございました。これ貼っときませんのでね、これ貼るといろいろあれ、慰安婦売春妄言の教授に怒り、ハーバード大の韓国系学生という記事でございます。中央日報です。はい、皆さんどうもありがとうございました。